ごちそうさまでした。出て行ったぞ。帰ったんじゃないのか。いつ暴れ出すか気が切れなかったわ。本当だよね。俺なんか緊張して弁当の味が全く分かんなかったよ。全くだ。もしかしたらと思っていたけど、やっぱり静かだったのは僕のせいだったんだな。ここですよ黒田さん。おい、お前ここのクラスのもんか。はい。このクラスに今日目つきの悪い奴が転入してきただろう。え、一体どんな野郎か俺に紹介してくれねえか。僕のことですか。黒田さん、こいつです。こいつ、こいつがその転入生です。クラスを間違えた。俺としたことが慌てててクラスを、間違えちまった。黒田さん、このクラスですよ。こいつが転入生ですよ。黒田さん、黒田さん、どうしたって言うんです。あの転入生を閉めるはずじゃなかったんですか。バカ野郎、野郎の目を見ただろう。ありゃ普通の目じゃなかったぜ。俺は喧嘩慣らしてっから相手見りゃ強いか弱いかすぐ分かんだよ。やつは強い。しかも相当な修羅場をくぐってる大悪党だ。それに俺の勘によればもっと恐ろしいことにやつは役もやってやがるぜ。麻薬ですか。間違いねえ。いいか、これ以上奴に関わるんじゃねえぞ。元気出さなきゃ。今にみんなもきっと分かってくれるさ。よし、この学校での新しき門出を記念して校内のゴミ拾いをしよう。でも黒田さん、奴が俺たちを標的にするなんてことはないですかね。何？心配すんね。そんな時は俺も黙っちゃいねえさ。でも相手は役をやってるって。任せとけ。こっちから手出しはしねえが、あっちから来る時は別よ。この前の台風で倒れたんだな。まあお前たちも大船に乗ったつもりでいるんだな。すげえや黒田さん。さすが黒田さん、男っすね。まあね。生徒会は何してんだろう。こんなものほったらかしておいて。まずい、さっきの怖いお兄さんたちだ。逃げよう。木の重さで足が前へ。
黒田さん、やつですよ。うわあ、落ちた。黒田さん、さっき言ったことは嘘だったんですか。やっつけてくださいよ、黒田さん。どうしよう、怒られる。命だけはご勘弁を。殺さないでください。番でも何でも差し上げます。命だけはご勘弁を。